どうも皆さんこんばんは、ユニークラブレコードです。今日はユニゾンスケアガーデンナインスピールミュージアム感想動画です。今日が4月24日月曜日なんですけども、昨日まで、このナインスピールミュージアムというイベントがですね、東京と大阪で行われてたんですけども、まあこちらのちょっと感想動画になります。このイベントではですね、ちょっと動画は回せなかったんですけども、写真は撮って OK だったということで、その写真を見ながらちょっとこのイベントを振り返っていこうかなと思います。では早速いきましょう。はい、ではですね、こちらからナインスピールミュージアムの、中をちょっと一緒に覗いていこうかと思います。まずこちら最初の写真、こちら入り口入ったらすぐにですね、ユニゾンスケアガーデンナインスピールミュージアムっていう、まあちょっとした看板が、かかってありまして、まあ、みんなそこで写真を撮るんですけども、僕はもう見向きもしてませんねこれ、これ何を見てるかと言いますとですね、まあその後ちゃんと写真撮るんですけども、その後ですね、こちらナインスピール のジャケットのアライグマがいてですね、それを見てました。ずっとなんかいると思って、でこちらが正面から撮ったアライグマとリンゴですね。あら可愛いと思って、で、アライグマ抜けの僕っていうねなんか僕の髪の毛もこのアライグマの毛とちょっと似てるな。で、中は、こういった写真、メンバーの写真があったり、まあ、皆さんもツイッターとかで、まあ、見てるかもしれませんけども、まあ、こういった写真があったりですね、この恋する惑星の MV のセットみたいなやつ、セット風なやつが、組まれてるんですけども、まあ、かき割りみたいになって、で、ここでポーズを取ると、みんなで。で、まあ、ポーズ取るんですけども、まあ、これはやっとかないといけないなと思って、こちら、田淵さんのカエルのポーズ、カエルポーズやってきました。もうね、恥ずかしいですこれ正直。まあこの画角だけで見ればまあ素敵な写真なんですけども、これ次見てください。これみんな見てます、周りの人。こいつやってんなみたいなこいつ田淵のあれやってんぞみたいな目でね、みんな見てきます。初めてこのカエルの倒立やったんですけど、案外できるもんなんすね。その後ちょっと太ももプルプルしてましたけど、で、まあ、この斉藤さんと一緒に写真撮ってみたり。で、こちらが、カオスが極まるの MV で使われてた衣装が展示されてたので、写真を撮ってきました。これね、写真うまく撮れないんですよね。なんか、もうすっごい反射しちゃって、綺麗に撮れないんですけども、まあ、こういったものも展示されてると。で、こちらがユニゾンスケアガーデンツアー2023ナインスピールの、まあ、どこ行くよっていう日付と公演場所の書かれた大きいパネルの前で、カメラを睨むお礼と。で、次がですね、このメンバーがそれぞれ好きなユニゾンスケアガーデンをテーマに、ライブ写真をメンバー自身でセレクトということで、このライブの写真をですね、メンバーがそれぞれお気に入りの写真を選ぶんですけども、ちょっと引きでよくわかんないんですけど、高尾さんの右上の写真、一番右上ね、高尾さんが。一番左の斉藤さんの真ん中右の写真が一緒なんですけど、田淵さんがね、なんかベロ出してこうやって、ってなんかやってる写真、二人ともお気に入りなんだと思って。確かにこの写真面白いんですよね、近くでよく見ると。あと、高尾さんの右下、の写真と斉藤さんの右下も似てんな、これ。帰るときかな、もうライブ終わって。っていうね、こんなメンバーが選ぶ写真があったり。で、このファストストリーミングフッテージっていうのかな。まあ、これですね、購入者限定オンラインメンバートーク1と、2番目がユニゾンスケアガーデン2020ライブインザハウス2ライブ映像とか、ファンタイムホリデーオンラインライブ映像っていうのがですね、3つぐらいスクリーンがあって見れるようになっていて、
これも今では見れなくなってる映像なんですね。まあ、ここでしか見ることができないと。っていうのも、その上にちょっと書いてるんですけども、購入者先着特典っていう、まあ、特典で見れる3つなんですけども、これは DVD とかについてきてて、のシリアルコードが入ってて、そのシリアルコードを入力すると期間限定で見れる映像がもう今もここで見れるというやつなんですけども、まあ、そういう映像が3箇所で見れたり、もう1箇所だと、ナインスピールの恋する惑星とナムネスライカ神社カオスが極まるスカースデイルアコースティックバージョンのライブ映像、スタジオで行われているライブ映像の模様も見れたり、することができます。なのであちこちからユニゾンの歌が聞こえたりします。で、今までのがですね、前半戦で、後半戦からはですねちょっと内容が変わりまして、こちらアライグマが、カオスが極まるのジャケットのゾウさんになってました。すごいよくできてたな。実際こういうの作って写真撮ってんのかなとは、そして、先ほどの恋する惑星のセットではですね、もうあのポーズはもうやめて楽器を弾いてる風の写真を撮ってみました。ベースにしました。僕はやっぱ僕は田淵さんに憧れてるんで、ベースを弾いてる風ですね。これ完全に弦見て弦押さえて指で弾いてますね。そしてですね、こちらが最後なんですけど、これ分かりにくいな。これあのカオスが極まるの MV で使われてた衣装が、カレードプラウドフィエスタの MV で使われてた衣装に変わってたので、もう反射しないように上から撮ってみたんですけど、全く分かりませんね。ということで、このナインスピールミュージアムの、中身が一応こんな感じでございました。で、ところどころにこうリンゴのマークがあって、そこを AR でなんか撮る、なんか専用のアプリで撮ると、スタンプみたいなの溜まってて、スタンプいっぱい貯めて出てくると、これのリーフレットがもらえたというね。まあみんなやったんじゃない？これみんなもらったと思うけど。ユニゾンスキャガーデンのイベントって楽しんでね、本当に年一ぐらいでなんかやってほしいんですけど、あの前行ったやつで言うと、これいつだろうな、2019年に行われたフィフティーンスアニバーサリーサマーフェスティバル2019っていう、まあ、イベントがあって、まあ、ユニカフェって言われるねイベントで、東京でこうカフェが開かれると、ユニゾンの。これ懐かしいな。おにぎりバー、渋谷ゾノ、渋谷園、オーディービーツホワイトチョコレート、渋谷パーラーだと、ミッドナイトジャングルティーとか、ザ・ギョルビーだと、センチメンタルピリオドソーダ、ランマン食堂は、フェイクタンベイビーオレンジ、双葉、違った。読めない。ファットバーガー。だとスカースデイル抹茶オレと、こんなねコラボレーションしたキャンペーンとか、まあ、僕は、渋谷パーラーでミッドナイトジャングルティーを飲みましたね。でこういうおしゃれなユニゾンスキャガーデンのテーブルがあったり、楽しかったね。このプログラムフィフティーンスとかイベントが、ユニゾンのご参加ご来店の際にいただきましたとか、当時の写真が、これはもう全然違うな。タワレコで、あれだね、15周年のあれ買った時か。で、これさ、この絵。これなんだっけ。2018年の最初のユニカフェの時のやつですね。レシート出てきましたね。ピザ。白い壁投げつけるフレッシュトマトを使ったマルゲリータと。そして、チョコ。全人類に愛とチョコレートを。サイダー、スイート。トリックサイダーロード、そしてユニカフェラテと。このユニカフェラテとかね、僕カフェラテとか全然好きじゃなくて飲めないのに頼みました。もうすごい頑張って飲みましたね。でこちらがサイダーロードのサイダーと、ピザフレッシュトマトをカビ投げつけたやつと、この
全人類の愛とチョコレートのチョコで、店内がこんなんだったり、懐かしいね。これモードムードモード出た後のカフェだったんだね。まあこんな感じで楽しい楽しいユニゾンスケガーデンのイベントでございました。まあ来年20周年なんで、こういったことをやると思いますので、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お前は何者だとユニゾンスケガーデンの回し者かいって思われるかもしれませんけど、まあこのチャンネルを見てくれてる人は大体9割方ユニゾンが好きな方だと思うので、まあ一緒に回れたらなみたいなね、そういうことも考えておりますので、ダラダラ喋ってるのもあれなんで、ここで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。今日はここまで、バイバイ。